バイト先でね、オイルのペール缶ね、いっぱいあったから、もらってきてね、ロケットストーブ作ろうかなって思います。んで、他の材料がね、これ我が家で10年以上前の、もっと前かな、のストーブのね、煙突使ってなかったのを壁についてたんで、はしごで登って取ってきました。これ使おうかなと思います。そしてあとね、足りなかったのがこの T 字のやつと L 字のやつ、これ買ってきました。で、ステンレスじゃなくて、これいいのかな、これでもね、ちょっと硬いやつにしました。100円ぐらい高いんだけどもね、他銀色のただのやつと比べてね、まあそのくらいだったら逆に硬い方がいいかなと、耐久性の問題でね。あと断熱材にはパーライト、これは20リットルの缶だから18リットル買ってきました。これ500何十円、まあ、600円ぐらいかな、税込み。これとこれで合わせて1600円ぐらいかな。うん。で、あとは、ね、ただだし、これもらってきたやつと、うちの廃材となんで、これね、これもらってきたやつで。でね、もし作るときね、注意してほしいのが、この、見えねえな。光が見えづらいけども、106ミリ。この大きさにさ、規格があって、俺の近くのホームセンターだと、106ミリと121ミリがあったんで、そこ間違わないようにね、そこだけ気をつけて買ってきてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、俺ロケットストーブ初めて作るんで、まあどうなるかわかんないけどもね、まあとりあえずねやっていこうかなと思います。まずね、ペール缶にね、穴あげるところのポイント、うるさいな、つけていきたいなって、マジックでね。どのくらいの高さがいいんだろう。まあ、大体でいいか。いやー、ダメだね。大体じゃダメだね。そういう適当にやっちゃダメだね、今回はね。前、なんだっけ、あれほら。愛媛愛作るとき適当やってさ、ダメだったから。まあ、他の人の作り方見るとね、9センチとか7センチとかあったから、まあ、9センチにしとくか。9センチだとここだから。まあいいんじゃない？そのくらいにしとくか。この辺の位置。で、ここで、穴だよね。印をつけて、やっぱこうずれるよね。この、ここが隙間空いてるからさ、ここはちょっと微調整しながらって感じで、やっていけばいいのかな。よし、これでやってみよう。中央大体この辺かな。よし、じゃあ次の工程に行きます。本当はね、100円ショップで買った切りとかニッパー使って手作業でやるような動画にしようと、ね、特殊な工具、高い工具使わなくても、わざわざ買わなくてもできるようにっていう趣旨で動画撮ろうと思ったんだけども、これ硬くて開かないです、煙突の方も。なんで機械使います。ニッパー使うかな、もしかするとね。家にあったちょっと切る用じゃないんだけども、このグラインダーでね、ちょっと真ん中だけ穴開けて、そっからニッパーでやっていこうかなと思います。ドリルとかそんなもんないんで、俺仕方ない、これやっていきます。回転方法まだがねえな。あ、痛い痛い痛い。よし。ここまで薄くなればね、これできるんだ。よし。あとは、ニッパーで切っていくが。こうやって穴開いたんで。
ほら、裏から穴開いたんで、これでニッパで切っていきます。で、やっと切りました。こんな感じで中身ではわかるんだけども、メタメタね、メタメタ。ここはもう初めての作業だし、計画性なかったなと反省です。なんだっけ、調べたら金切りバサミ、やっぱあれがいいみたいで、それ使った方がいいです。でもまあそれでも結構初めてにしてはまあまあいいんじゃないって感じで、で、ね、これにんとこれ通しましたね。ちょっと隙間があるんで、これを埋めていきますね。そして埋めちゃえば汚いの気にならないし、中はパーライト入って見えなくなるから、多少汚くたって大丈夫よね。それと途中で気づいたけども、やっぱ怪我するからね、手袋ね、厚手の手袋した方がいいです、今更だけど。それでね、アルミテープで貼っていきます。これも俺初めて使うんだよね。何でも初めてだね。農家がこの器具、まあ使うのかな、俺はちっちゃい農家だから使わねえんだろうけどさ、まあ、とりあえずね、やるときここをさ線引いて、こっち中央になるようにしなきゃダメだから、そういうふうに一度にね、これだけは忘れないようにした方がいいかなって思います。とりあえずペタペタと貼って、後でぐるっと回していこうかなと思います。アルミって熱に強いのかな、なんか俺が見た作り方内だとアルミテープでやってるしだけども、どうなんだろうね。今ね、携帯の水平器のアプリで水平撮ってます。まあ大体ここかな、仮止めしました。こんな感じで、あとでねこの周りね貼って補強をどんどんしていくんだけども、その前にね、完全なこれまだどうしてもグラグラするから、これを完全に止めるためにパーライトを、まあ、下側の方にね入れていきたいなと思います。粉でるね、うわ粉すげえ、うん、今ないけどもマスクした方がいいね、これ、うん、もうちょっとだな。売り場も結構な粉だったんだよね、これの。ああ、穴塞いとけば、まあ後で取り出すとして、ひどいひどい。オッケー、これで固定的だから全部入れていく。ちょっと待たびよ、うわ、すげえ。ぜひ換気のいいところでやってください。すげえサラサラだな、もう止まらん止まらん、どうにも止まらんつくらい、はあ、すごいサラサラだね。なんだろうこれ、何原料なの、ガラス、
本当にマスクしてやってください。よし、あと仕上げのテープとか掃除とかして仕上げできます。やっとできました。一応なんだろう、試作っつうか俺の人生初のロケットストーブ、ちょっと煙突短いでしょね、上なくて、それね、俺うちのストーブのてっぺんについてたやつ、ここに皿あったんだけども、それ取ってしまって、で突き抜けるようにしてこれをつけてみたいなってね。でまあ一強じゃないんだけど、ここちょっと穴開けてさ、空気通るところ、なんで開けるかっていうと、まあ前作った囲炉裏乗せると分かるんだけど、密着しちゃってさ、空気の抜け道ないからね。だからここちょっとさ、この辺に空気の抜け道作れば、このままね、五徳とか、まあもうあるんだけどさ、一応ね、これね、まあこれ乗せればいいのかね、こうやって、でほらできた、もうこれで空気の抜け道ができてさ、使えるよね、これで十分。ね、フライパンとかでも何でもさ、これがあるから切る必要ないね、このままでいい。もしくはね、このここをね、この金属のこれがはまるところだけ、カットして、これを固定する、動かないように固定するっていうような加工はね、できるかと思います。よいしょ。で、まあ、とりあえずね、これで俺の試作1号機できました。これは本当に燃えるのかどうか全然わかんないけれどもね、もうちょっと長い方いいんじゃないかなと思うんだけども、まあとりあえず人生で初めての作品だからさ、欠点とすれば蓋がねなかったから蓋なし状態だけどもね、まあとりあえずこんな感じでね、あ、そう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 、この穴開いたところもね、ちゃんと目張りいっぱいテープしてさ置きました。で、よいしょ、予定ではこっからね燃料突っ込んで、こっから空気が入って上に抜けるっていう、それでロケットストーブになるんじゃないかなと思うんだけども、それが本当にできるかどうか、これやってみなきゃ分かんない。本当に初めてだからさ、ブロック塀でさいっぱいあったから組んでみてやったら結構うまくいったから、まあ、この形でもいくんじゃないかなと思うんだけれども、ね、果たしてねうまくいくかどうかは、まあ、また別の機会に、今日はもうできないからね、追線橋か山の畑に行って試してみたいと思います。それも動画にしようと思います。まあどうなるかね、とりあえずこれが失敗だったとしても、この失敗をもとに次成功すればいいんだからさね、失敗は成功のもと、成功の母とかさ言うけれども、そういうことよ。要は俺が欲しかったのはこういう加工をする技術なわけね。本当にロケットストーブ欲しかったかっていうと、まあちょっと微妙なところもあるんだけれども、でもこの経験があれば次何か作ることもできるし、何か困ったことがあっても、機械が壊れても自分で直すっていう風な度胸っていうかね、そういうものが身につくんで、それが欲しかった俺は。まあ当然これも欲しいよ。ね、これがうまくいくことを願って今日の動画は終わりにしたいと思います。